クリス・ホルムは、アメリカ合衆国、ネバダ州出身のプロバスケットボール選手である。ポジションはセンター。212センチメートル、120キログラム。ロードアイランド大学、バーモント大学で活躍し、スペイン、ボスニア・ヘルツェゴビナのクラブを経て、2008年に日本、プロバスケットボールリーグの仙台89アーズに入団。2008から09シーズンのオールスターゲームの、 メンバーに選出される。1試合平均リバウンド15.6本を記録して、リーグランキング1位を獲得。2009から10シーズンと2010から11シーズンは、ランキング2位。2011年、新潟アルビレックス BB に移籍。2011から12シーズン、2012から13シーズンと2シーズン連続で、リバウンド1位を獲得。2013年オフ。 京都ハンナリーズに移籍。2014年オフ、シガレイクスターズに移籍。2015年8月、仙台十9アーズと選手契約基本合意となったが、9月に現役引退する。2018年、ジョージ・ワシントン大学にてアシスタントコーチを務めている。2020年、京都ハンナリーズにてアシスタントコーチを務めることが決まっている。ありがとうございます。